と先の2個年、自分が、女の子18、男子20歳、で、その先輩と、18なのに、はい、先輩にタメ口聞いちゃうタイプの、女の子、なるほど、いますね。それはもう場合によってはタメ口聞いてしまいそうなタイプに見えるんですけど、違いますか？そうですね。そうですか。じゃあそんな感じの快活な女の子として、はい、何ですかね、もう結構仲良くなってて、付き合ってはいないのに、うん、平気で、はい、こう、最後こう、投げキスとかできてしまうタイプの、人になっていただいてもよろしいでしょうか。コンビニのバックヤードで、冷蔵庫に入らないタイプのバイトさんとして、これをやっていただきたいと思います。いいですか？いや、全然細かくないですよ。まあ、バイト中です。バイト中に浮かれていただいて、24時を過ぎてますから、コンビニバイトですから、お互い。今24時を過ぎて、今日の搬入をこれで、先輩と共にこなしていただきたいと思います。はい、では、18歳の快活な少女として、内田真彩さん、どうぞ。ねえ、知ってる？明けて今日は、13日の、キス曜日なんだよ。なんて言うんだろう、 20% バカ可愛い。バカ可愛い。明るい。褒められてますか、私。基本的には褒めてるつもりですね。基本的には褒めているつもりでございます。はい、じゃあね、はい、じゃあ次は、こちら行ってみましょうか。こちらはですね、ラジオネーム、ニッシーさんからいただきました。ニッシーさん。ニッシーさん。今の子よりも、はい、もうちょっと成績良くなってください。今の子、多分偏差値47、8だったと思うんですよ。天気いかない感じだったと思うんですけど、この子はちょっと頭使うタイプ、だけどすげえ勉強できるってわけでもないんですから、多分偏差値でいうと57、8ぐらい。57、8、ラジオネームニッシーさん、はい、これなんですけど、授業としては、はい、そうですね、古文だな、古文の授業、古文の授業で、午後1です。午後1時間目、はい、で高校1年生、はい、で高校1年生同級生で、もうこの2人は、なんですかね、女の子の方がもう明らかに男より成長が早いわけですよ、うんうん、ちょっともうお姉さん気分なわけです、うんうん、お姉さん気分のちょっともう幼なじみの彼、うんうん、同じクラス、うん、で隣の、家に住んでいる、はい、で今日も一緒に登校してきました、はい、でなんかとりあえずちょっとからかってみようという気持ちも半分あります。嘘ではない、好きなのは本当です。好きなのは本当ですが、はい、だからここまでも食ったくないわけですよ。ここまで食ったくないんだけど、ここの部分はそういう風に最後からかっていただきたいと思います。なるほど。さあ、それでは食ったくのない、高校1年生のだけどちょっとは知性のある感じで、内田真彩さんに言っていただきましょう。どうぞ。教科書を忘れちゃったから机くっつけて。あ、ちょっと耳貸して。大好きだぞ。いや、これすごい。今あと手叩くとさ、今日さ、指先の切れた手袋してからポフポフって音しかしないんだけど、あと指先切ったから粉飛ぶんだけど、これ手袋外していい、もう魔法陣外していい、魔法陣外します今日で、あ、これはいい、これはもう俺も大好きっていうのいただきましたね。いや、素晴らしい。で、そして、ですね、はい、まあ、今日、こちらのですね、はい、セリフは、今日来ていただいている中で一番多かったのは、はい、そういえば中二病って説明せずにも分かる人もいるか、まあ、要は中学2年生ぐらいで、なんすか、現実よりも、アニメ、ゲーム、漫画の世界のような、うん、ファンタジー世界の、ことを現実に持ち込んでしまうタイプの人が時々いると、うん、はい、いうのを中二病と言ったりするんですけど、そういう、タイプのですね、女子になっていただきたいと思います。ラジオネーム、こちら、鬼丸さんからいただいた、はい、こちらのセリフなんですけど、はい、これを分かりますか？なるほど。これとりあえず好きなタイプの、はい、男子と一緒に下校する中学2年生ですよ。一緒に下校する中学2年生で、で周りに人がいなくなって、うん、なんですか、ちょっとこう角を曲がるとそこから日陰なんですよ。はい、角を曲がった瞬間に、うん、もうこれを言おうと、ずっと一緒に歩いてる間10分ぐらい考えてますからね。理性もあるんですね。理性もあります。10分ぐらいは考えてて、でも、うん、その二人きりになった瞬間に発動しちゃうんです。間違ったスイッチが。で、これを言って、つまり自分としては一世時代の告白なんだけど、向こうが戸惑っちゃうパターンですね。なるほど。これ最後までずっと中二病ですか？そうですね。これは初めから最後まで。ずっと。で、いいと思います。じゃあ、それでは初めから最後まで、自分としては一世時代の告白ですから、はい、中二病だけれどもドキドキしますよ。ドキドキしている中二病で、角を曲がって、そうですね。転校してきた彼がそういう人だと見初めてしまったんでしょう、あいつは契約者だと、いうふうに思った状態で、内田真彩さんに、はい、何かの間違った内宇宙を爆破させていただきたいと思います。どうぞ。伏せろ。今そこに恋のキューピッドがいたけど、
そんなのに頼らなくても、私たちは、結ばれる運命だと、定められているのだ。今の緊張なんですか、マジカミだったんですか。マジカミ。いや、いいんです、生放送ですから。生放送ですから。黄色なこの子の気持ちが乗ったんです。乗ったんですよね。そうです、すごいですね。何でも笑顔でごまかそうとできるタイプですね。意外とまたここ、サクサクいきます。そうですか。じゃあちょっと同じ方向ばっかりやりすぎ、同じ方向ばっかり、明るい方向ばっかりやりすぎなので、切ない感じのやつをもう一個いきましょうか。ですね、じゃあこちらいきましょうかね。難しいな。あ、これだ、これいこう。ラジオネーム真昼の夜さんからいただいた、はい、これなんですけど、これはもうそうですね。小さい頃から、はい、なんですかね、割と知り合いだったんですよ。で、知り合いで近くを住んでて、で、こう、なんですか、お父さんお母さん同士が再婚してしまうわけです。で、二、はい、人も仲良かったんです。でも、お父さんお母さん同士もいろいろ苦労してきて、いろいろあって、10年ぐらいちゃんとこう、はい、なんですか、お互いあったんだけども、お互いもうそろそろ老後のことも気になるから結婚しようという話ができました。はい、で、その二人は当然知り合いです。はい、でも、超仲いいです、はい。で、5歳年上のお兄ちゃんがいる。はい、その人をお兄ちゃんと呼んでいる。うん、呼んでいて、でも、あ、私マジで好きかもって、もうこの時、17歳ぐらいで気づいてるわけですよ。はい、で、17歳ぐらいで気づいてて、はい、で、実は、一回付き合いました。もう全然だっていいじゃんって思って。でも、二人結婚したわけですよ。なので、その時に、はい、もう何かこのままじゃいけない気がするっていうのを、二人っきりで、はい、こう、なんですか、お兄ちゃん結構背高いんですよ。あ、お兄ちゃん。15センチぐらい背高いお兄ちゃんのことを、はい、内田さん155ぐらいのイメージですね。あ、そうですね。170を超えてるお兄ちゃんに向けて、ちょっとこう、なんですか、胸に手を当てながら上を見上げてこれです。なるほど。っていう感じで上を見上げて、暗がりで今まではこういろいろ言ってよかったんですけどね。もう1回だけしか一線越えてないですけど、これはそもそもいけないんじゃないかって気がする。でも当然血わずかなんて全然いけなくないんですけどっていう状態で、お兄ちゃんに対して目にいっぱい涙をためながらぐらいの感じですね。ためながらぐらいだ。じゃあそれでは、内田さんにドラマチックな人格を演じていただきたいと思います。では内田真彩さん、どうぞ。お兄ちゃんはもうすぐ本当のお兄ちゃんになっちゃうんだね。ありがとう。声になるんです。いや、今すぐ説明楽みたいにいただいたじゃないですか。はい、で、今のところで、はい、でその瞬間に二人ちゃんとしてるから、はい、お父さんお母さんの幸せを考えると、二、うん、人が付き合ってるなんて知ったら二人とももうすごいショックで、なんかもう悩んでしまうかもしれないと、うん、自分たちが結婚しようと思ったらやめたりするかもしれないと。そんなことはできないので自分たちの方が涙を飲みました。この二人は涙を飲みまして、ラジオネーム黒猫ワトソンさんがいただいたこちらなんですけど、はい、今の同じ彼女が最後こうなんですか、家の中でなんかまたこうなんですか、お兄ちゃんと二人っきりでばったり会って、はい、またうってなるんだけど、おい大丈夫かって言われた時に涙をこらえて笑顔でこれを、自宅のリビングです。自宅のリビングです。よろしいでしょうか。なぜ2回行ったんだろう、シチュエーションこれ。それでは、重要だからね。そうね。そうです。まだこれは、全然なんかそう悪いことがないんだけど、まだ当然お互い好きだからこそ別れて、よく何度も会ってるけど、なんともないふりを両親の前でし続けていて、でも2人っきりになってしまったので、思わず出てきそうになるけど頑張る。時にこのセリフで。よろしいでしょうか。はい。じゃあそれでは、黒猫ワトソンさんにいただいたこちらのセリフを、内田真彩さん、自宅のリビングでどうぞ。はい、虫はもう卒業しました。けなげけなげ。いやー、もうすいません。どうしたんですか、今の悲しみですか。悲しみが私に伝わってきてもう、こういうことを言ってる時に、なんですか、内田さんが意外に受け止めきれている感じ、受け止めきれている感じがまたいいですよね。そうなんだよね。これラジオネーム詩人で、あと2つなんですって。しじみ大好きさんからいただいたやつ、こちらこれいこうかな。これなんですけど、はい、今のだと、はい、今までいろんなことやっていただいてますけど、その中二病的な、ことが発動したしちゃっている女子なんですけど、はい、中二病を途中で何ですか、こう頭のところとかポンってされる、チョップされる、チョップされてそこでそこの何ですか、中二病モードが解ける、される時のやつがこれで、そうです、その後でこの後はここはもう解けてるわけです。解けている。ここのところは何なんですか、ここのところはもう本気なわけですよ。本気で相手に対して何か注文があるときに行って、それ言ってる時に言われて冷静になるっていうやつをやっていただいてもよろしいでしょうか。はい、もう今ちょっと重かったんで、ここコメディで一ついきたいと思います。じゃあそれでは、内田さん、今度は中二病の人が途中でふつっと、素に戻る瞬間をどうぞ。
いざ尋常に行ったか不意打ちは卑怯だよすいません、あのとっても愛せる人格なんですけど、ちょっとあのちょっとなんて言うんだろうな、でテンション高いっていうのと、あと、ね、殴ってる人が今武器を使っていた、あの強すぎる、あの頭手ぐらいですから、手ぐらいですから、ね、お玉ぐらいのイメージですか、お玉ぐらいですね、結構ね生身のチョップで十分です、ね、今の相当なんかすごい、今豪華なんかでギャンやられた、下手すると金属バットでしたから今、あのできましたらもうちょっと弱めの獲物で。もうちょっとあの徹底でいきましょう。もうなんかこれまでノーカウントで、ノーカウントでこれ、ノーカウントでいきましょう。じゃあそれでは内田真弥さん、もう一度弱めの武器で軽めに、はい、でしかも、まあ、割とあのその二人は仲いいですから、いい慣れ合っていただきたい、慣れ合っていただきたいです。いやそれでは今度は慣れ合いでどうぞ。いざ尋常に。不意打ちは卑怯だよ。こっち。これです。ありがとうございます。すごい。ラスイチですか。ラスイチ。これどうする、もうマジな方かベタベタの方かどっちかなんですよ今。あもう両方行く、両方行く、それともマジな方とベタベタ、それは無理だね。ベタベタ、はいわかりました。じゃあすいません、ベタベタなのが来ましたんで、ラジオネームこちらのトルティさんからいただいたやつが、もう今週みんなこの話しかしてなかったじゃないですか。なのであのすいません、ですね、あのあまりこう長いないタイプかもしれませんけども、イメージ的にはもうお色気ムンムンのお姉さんですよ。ムンムンのお姉さん、このお姉さんがこうなんですか、自分よりこう完全の年下、26ぐらいの、6ぐらいの、はい、お姉さんが、うんうん、こうなんですか、近くの高校生をからかう感じ。あーエロい、そうそういうやつ、そういうエロいやつで、こうやって近くの高校生の肩を持って、うん、ちょっと膝とか座ってるところに乗っけるのぐらいの感じで耳元でこれを言っていただいて、こういう時に初めてこれは使えると思うんです。この言葉はこう使うべきだと思うんです僕は。あの使い方ではないと思うんです。そうなんだ、そうです、こちらが正しい使い方だと思いますんで、じゃあすいません、正しいクリステルとして、お願いしたいと思います。じゃあそれでは正しいクリステルの内田真弥さん、お色気ムンムンのお姉さんとしてどうぞ。今日は私がおもてなししてあげる。ここに、ここで今ここにオリンピックが、今招致決定。あなた本当に合ってますか。合ってます。教科書を忘れちゃったから机くっつけて。あ、ちょっと耳貸して。大好きだぞ。あ、牛田さんどうしたんですか。なんで今、なんで今流れちゃったの。あの生放送中にあの僕らは録音してすぐ流すっていう技術があるスタッフを今用意してるっていうだけのことなんですけど。